どうもこんにちは、ライム TV のライムです。今回はハンコンを買ったのでザックルで早速使っていきたいと思います。フォースフィードバックの設定とかは一応やったんですけど、かなり適当なのでちょっとね、まだあんまり完璧ではないかなと思います。赤信号だぞ。どんな感じだったかな。デッドゾーンはかなり下げて、感度はかなり上げてますね。でまあこれで基本的には普通に運転できるんですけど、低速になるとちょっとねフラフラするんですよ。むしろ高速に入った方がちゃんとフォースフィードバックが効いて、ちゃんと安定する感じがしますね。でまあこのゲームハンコンでやるのは初めてなんで、まだ全然運転とかも慣れてないんですけど、頑張っていこうと思います。自分は今までずっと3人称でやってたんですけど、まあハンコンということなんで1人称でやろうかな。運転しづらいな1人称は。ここは何キロ制限の道だ。まあね、レースするんだったらちょっともうちょい細かく設定しないとダメだと思うんですけど、ドライブぐらいだったらまあこの設定でもどうにかなると思います。ていうかザクルってこんな綺麗だったっけ画質、気のせいかな。で一応ねちゃんと2回転半回るような設定にはなってるんですけど、ちょっとこのゲームだとやりづらいかもしれない。このゲームはねむしろ1回転ぐらいでいいかもしれない。2回転半ぐるぐる回すとめんどくさいね。よし高速道路だ。でまあ今回はテスト走行的な感じで高速道路をのんびり走っていくんですけど、のんびりじゃないか、まあちょっと走っていくんですけど難しいね。よしじゃあ一人称にしよっか。おおいいねこの感じ。実際に運転してる感じとはまた違うけど、でもドライブにはいいかもしれない。でもね一人称ちょっとね、このゲームのその車内視点ってなんか違うんだよな。だからねこのゲームの場合はこっちの方がいいかもしれない。こっちの方がいいかもしれない。やっぱその車内視点にすると車内にも実際に今自分が見てるハンドルとその車内のゲーム画面内のハンドルがなんかこう2つあってちょっと違和感があるから、この視点の方がいいかもしれないですね。まあゲームによってはそのなんだろう、車内視点でもハンドルがない視点とかっていうのもあるやつがあるらしいんですけどね。フォルツァホライゾン3とかもなんかそうなるっぽい話が出てますよね。じゃあちょっとスピード出していこっかな。ちなみに今回はどこまで行くかっていうと、今走ってる高速道路の終わりまで行こうかなと思います。結構速いね BMW の M4 は。うん結構速い。やっぱドイツの車は違うな性能が。ちょっとね昼間になってきたから交通量が多いんであんまり飛ばせないんですけど、まあリアル運転ということでゆっくりやっていこっか。やっぱこのゲームはマップが広いからね、景色がその大して変わんないんですけど走ってても。でも実際のアメリカっていうのはそういうものだし、実際自分ジオゲッサーで何度もアメリカのところを見たからね。実際そんなもんだし、うんリアルっちゃリアルだよな。だから確かにアメリカってずっと景色変わんねえもんな。で道がね高速道路がずっと長いから飽きるまで走ってられるんすよ。そこがいいんだよね。
でもちろんオンラインもあるから、やっぱマルチプレイがね一番楽しい。このゲームは一人でやっててもねしょうがない。マルチプレイでみんなとワイワイキャノンボールランするのがね本当楽しいですね。慣れればこの視点でもできそうだ。というか高速はねフットブレーキ使わないでエンジンブレーキだけでもどうにかなる。まあ速度出してるから危ないっちゃ危ないんだけど、お、前にいるのはパトカーだね。このハンコンね安い割には意外と音が静かで結構コスパは高いんじゃないか。まあベルト駆動から比べればもちろん、全然再現度低いけどね。ベルト駆動はあれはすごいからほんと滑らかだから、もうちょっと速度出してみようか。そろそろ車減ってきたんじゃない。この先カーブが多いな。うわトラックだ。やっぱ高速はエンジンブレーキで十分だね。フットブレーキはブレーキペダルは踏まない方がいい。エンジンブレーキでも単にエンジンじゃないアクセル離すだけじゃなくてシフトも低いギアに入れてやればかなり制動力高いからね。例えばもう4速でレブまで引っ張っても一気に1速入れたら、まあ、実際だったらエンストするかもしんねえけどこのゲームだったらこんぐらい早く止まるからね。すごいよねただ高回転に入ってる時にエンジンブレークするとやっぱ車には良くないかもしれないね。おお、やっぱ速度出すと結構フォースフィードバックで持って帰れるな。ちなみにザクルーは今スチームのサマーセールで1900いくらだから安いうちに買った方がいいよね。買ってまあ損はないんじゃない。フォルツァとかから比べるともちろん挙動とかそのグラフィックは負けるけど損はないよね。1900円のゲームだから。雨だ、雨降ってきた。3人称でも結構いいよな。このゲームはなんか3人称で遊ぶのがいい気がする。3人称がすごい楽しいからずっと3人称でやってきたし。晴れねえかな晴れねえかな。ライトのつき方とか意外とリアルかもしれない。テールランプ、もうちょい速度出すか。直線だし。はい、早い。 M4 こんな速いのか。エンジンブレーキとフットブレーキを組み合わせるとものすごい制動力だな。うわ危ない。まあディーゼルエンジン車だとあんまりエンジンブレーキっていうのが効かないらしくて代わりに排気ブレーキっていうのがついてるらしいんですけど、その辺はちょっとまだよく分かんないですね。まあゲームでそこまで再現されてるのはなかなかないんじゃないかな。
ETS とかありそうだよね。でもすごいな今ちょっとエンジンブレーキとフットブレーキを組み合わせて使ってみたんですけど、すごい制動力だね。すぐ止まるね。実際の車でここまで止まるかっていうと怪しいですけど、少なくともこのゲームでは最強のブレーキだ。でも4速のレブまで引っ張んなくても200キロぐらいは出るから、やっぱ高性能だな。そのうちね、またトラックでのんびり走る動画をね撮ろうかなと思ってるんですけど、意外とねこの前っていうか前に2時間ぐらいの動画を撮ったんですよ。アメリカをこのマップをトラックで横断するっていう、ピックアップトラックで、ね、それがね結構好評だったらしくて、またやってくださいっていうのにコメントがねいくつか来たんで、またやろうかなと思います。このゲームはねグラフィックよりもそのマップの広さを楽しむゲームだから。すげえ速い乗ってて楽しい車だ。高速でも安定するんだよね。すごい楽しい。遊園地が見えてきた。でまあ今日も前回のユーロトラックシミュレーター2の動画と同じで、例によってまたねキャプチャーソフトを、キャプチャーしてる、録画してるソフトをいつもとちょっとね変えてます。 OBS 使ってます。OBS ね、まあライブ配信用のソフトなんだけど、普通にね実況する分にもこれ結構使えるかもしれない。使いやすい、いろいろ画質の指定も楽だし、楽っていうかまあ結構細かく設定できるから。あとエンコーダーも、ソフトウェアのエンコーダーっていうか、その CPU の方のエンコーダーを使うか GPU の方のエンコーダーを使うかっていうのでいろいろ変えられるっぽいので、いいかもしれないね。あー危ないぞ。お、晴れた、よっしゃ来たぜ。やっぱ晴れがねいいよね。晴れが最高だ。晴れだったら晴れの三人称もすごいいいよね。楽しい。赤が入るね。車買ったら赤い色にしたいな赤ってなんか雨でもちゃんと目立つし、晴れだとすごい映えるし、いいよね。なんか一般車両が事故ってるぞ。大丈夫かお前、お前大丈夫か、暴走運転だ、怖いな。そっかそっか。すごいね、ヒューンっていう音するねこれがエンジンブレーキか。抜かそう。そう、このゲームはね追い越し車線、何危ない、お前急に車線変更するんじゃないよ。追い越し車線の速度とスローレーンの速度がね大して変わんないんですよ。若干速いんだけどね、5キロぐらい速いんだけど大して変わんないから、ちょっと走りづらい。スピード出していくぜ。着いたらスピード出そう。前方に車両、まあ普通に走るときは3速、ちょっと速度出したかったら4速に入れるっていう感じかな。
M4 いいな、乗りやすい。すごいいいぞ。今ね GT ウィングつけてるんで、正直これない方がいいかもしれない。 GT ウィングはない方がいいよな。後で撮ろっかな。スラストマスターのねハンコンはロジクールの製品に比べてパドルシフトがしっかりしてるからおすすめですよ。おお、ちゃんと止まる。右奥に見えてるでっかいビルがあれがシカゴの街かな。ロジクールのね G29 とか G920 とかあの辺でもねよかったんだけど、やっぱ高いし、あとパドルシフトがなんかちゃんとねカチって押し込めるやつじゃないみたいな感じのことが書いてあったんで、ちょっとその辺が微妙かなと。だからスラストマスターのハンコンにしました。あとなんかプロファイルをそのいちいち作んなくても一つのやつで全部制御できるみたいな、そんなのがあるっぽいんでスラストマスターはいいかな。いいね、ドライブゲーだ。やっぱマルチプレイやりたいな。まあ、この基本このゲームはマルチに繋がってるんだけど、オンラインの MMO だから。でも他の人をねクルーに誘って走りたいね。久しぶりにやると楽しいザクル久しぶりにやると楽しい。まあフォルツァホライゾン3出たら一応そっちにオープンワールドレースゲームは完全移行だけど、思いっきり走りたいんならザクルだよねこっちは思いっきり走れるから。まあでもフォルツァホライゾン3出たら正直いらないからな、ザクルは。車種も多いしグラフィックも向こうの方が多分高いだろうし、2の時点で向こうの方が高いからねまあまあマップが広いゲームなんで、このぐらいの広さのマップのゲームが世の中には1個ぐらいあってもいいよね。だから一応ザクルの実況はフォルツァホライゾン3発表発売後も続けようかな。すごいフォードのピックアップトラックやっぱかっこいいね。本当にアメリカの高速道路走ってるみたい、なんか本当いいね。あれ遅いぞ遅いぞ遅いぞお前遅いぞ。ジャンクションか。80号線です。高速道路だけで楽しめるねだ正直さ ETS のグラフィックでユーロトラックシミュレーター2のグラフィックで満足できんならこのゲームすごいよねグラフィックまあうん、フォルツァの方がすごいんだけどさ。でこのゲームのグラフィックで満足できんならフォルツァやるともうやばいよな、神ゲーだよなフォルツァのグラフィックで満足しない人っていうのはなかなかいないだろうと思うけど。あーフォースフィードバックがいい感じだ。コンソールでも同じなのかな、 PC 版だけなのかな、こんな細かく設定できんのは。コンソール？コンシューマー？あの PS4 とか XBOX とかそっちと同じなのかな、設定の項目っていうのは。その辺がちょっとよくわかんないですよね。自分は基本 PC ゲーマーなので。
やっぱ安全運転が一番楽しい。一応この車はねちょっとだけ改造してる。さっきも言ったけどその GT ウィングとあとフロントのバンパーをねちょっと改造した。フロントバンパー改造してんのに、てかそのフロントにエアロパーツがついてんのに後ろに何もないっていうのはちょっと気持ち悪いから、一応後ろにはそのウィングをつけたんだけど、なくてもいいかな。でもないとないとでバランス悪いんだよね。フロントが改造してあんのに後ろがドノーマルだとそれもなんか気持ち悪いかなと。赤の発色がすごいこのゲーム。こんな良かったっけな。なんかアップデートがなんか来たのかな。おーおーおー、そうだね、ドリフトもしたいね。今度はドリフトの動画も撮っていこうか。さあそろそろこの高速道路も終わりかな。このずっと一直線の道も。もうちょい明るさ下げてもいいかな。まあこんなもんか。はあ、いえ。すごいね、やっぱり制動力がすごいぞ。すごいぞ制動力が。ただやっぱ本物の車でこういうことをやると車には良くないし、そもそもエンジン止まるからな。エンストするよ多分。おお、なんかいい感じの景色になってきた。岩山が見えて、なんかずっとね走っててもなんかこうパッと見全然景色変わんないんだけど、気がつくといつの間にか変わってる。そこがねザクルの面白いところ。あれいつ変わったんだみたいな。だからね徐々に変わってるんだと思う多分。うん、なんかすごいよね。気がつくと変わってる。そのいつ変わったのかが分かんない。どこで景色変わったんだろう。おお、走りやすいぞ。あ、めっちゃ綺麗だ。アルプスみたい。やばい、ここはスイスの高速道路だ。調べたけどアウトバーンはねスイスにもあるらしい。一部ね、一部区間スイスも入ってるらしいよ。すごいな。ノーマルっていうか内部系統はそんな改造してないんだけどこんな出るのか。やばいな。これでエンジン乾燥したらものすごいだろうな。やっぱ外車っていうかそのヨーロッパ車のすごいところは、まあアメ車もそうなんだけど、デフォルトでかなりパワーがあるっていうところだよね。よく日本車がそのなんかスーパーカーとドラッグレースして勝つとかいう動画あるけど、ああいうのはもう完全にエンジン乾燥して駆動系統も全部入れ替えて、もう中身は全然別の車だから、うん、ドラッグマシーンに日本車のボディ被せたみたいなもんだからね。ああいうのは正直あれを見てもあんまり日本車がすごいとは思わないですよね。中身日本製じゃないだろうし。だからヨーロッパ車のすごいとこはデフォルトで何も改造しなくてもそれなりのパワーが出るってとこがすごいんですよね。雪山だ。ということで今回は高速道路ちょうど終わったので、こっから多分一般道なんで、まだ違うかな、まだ一般道じゃないか、もう一般道だよ。もうちょい先まで行こう、あそこまで行こう。ということで今回は
この辺で終わりたいと思います。よし、到着。何に到着したのかがよくわからないけど、以上ライム TV のライムがお届けしました。ザックル PC 版は Steam のサマーセールで現在1900いくらで購入することができますので、ちなみに今の動画では自分がいるところはここで、始まったところがですね、ここのこの辺だったよな、ラウンドアバウトを最初に通ってそこから高速だったんで、こっから始まってずっとこう来た感じですね。で今のやつでだいたいマップの半分ぐらいなので、実際マップはねこの倍ぐらいは走ります。で今ずっと高速道路で時速平均速度200キロ近い速度で走ってきたんで、まあすぐ着いたんですけど、実際はねもっと時間かかりますよ、ちゃんと安全運転していったら。でこの先は高速じゃなくて山道なので、まあ高速使うこともできるんですけど、山道で行くとさらに時間がかかると。なんでねマップはねすごい広い、マップはすごい広い、ただね車種が少ないからやっぱり日本車が好きな人はちょっとあれかもしれない。自分はヨーロッパ車すごい好きなんで、外車が多いゲームだからね。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。では、チャンネル登録高評価の方ぜひともよろしくお願いいたします。こう見るとリアルだよな。おおかっこいい。では以上ライム TV のライムがお届けしました。次回もお楽しみに。